皆さんにはここに1週間いていただきます。ただしですね、ここにいらっしゃる間に一つだけ小堀さんにしていただかなければならないことがあります。一番人生の中で印象に残った大切な思い出を一つだけ選んでいただきたいんですが。私たちスタッフができる限り映像で再現させていただきます。そこで皆さんの中に思い出が鮮明によみがえった瞬間、あちらへ向かわれるわけです。私がそういうところから帰ってくると必ずね、その姿をこう人に見せたいのかなんかね、そういうところに連れていくんですよ。でお前やってきたことを踊れって言って、そこでそうするとそれがね、そのチキンライスが食べたいためにねやったんですね。そこでそれが精一杯の楽しさだったんじゃないでしょうかね。さん役の、はい、お嬢ちゃん、はい、そうです。だから赤い靴の踊りを彼女に教えてあげてもらえますか。私もよく覚えてないわよ。どうもお願いします。赤い靴履いてた女の子、肩に小さな靴でかけでしょ。でこういう風になって、こうやって一回りするわけ。ね、あなたのね、こっちにね、開けちゃってね、ぐーっと振るわけ。外屈履いてた女の子。でも本当にあんな時があったんだ、私。一つだけですか。懐かしい感じがしたから。子供の頃。一番良かったかなと。そこで皆さんの中に思い出が鮮明によみがえった瞬間、あちらへ向かわれるわけです。自分も人の幸せに参加していることが分かった。